コスキヤでございます。いや、音がねちょっとガーって言うてますが、あの外でね、あのエンジン式の高圧洗浄機で今ねお家を丸ごと洗っております。もう結構年数経って、うちねものすごい日当たりいいんですよ。日当たりが良すぎてすごい傷むのね、塗装がね。ちょっとお家を塗ってもらおうと思って今ね塗る前に塗装しているところでございます。なのでちょっと音がねうるさいですけど、ご勘弁くださいませ。あ、そうそう、まず最初にね、これルピナスさんって言うんだけど、ルピナス、まあメイドインジャパンですよ。マスクなんだけど、僕ねこれすっごい気に入ってます。もうねこのルピナスさんのこのマスクを使うと、まあこれあれのほら、うちでね、あの一緒に開発してこれ作ってもらってるロードプランニングさん、プレスキンのねのマスク事業部っていうのが立ち上がって、そこであの作ってるんですけど、一番最初の頃にね、あの試作品とか僕もらったんですよ。でそれ使ってたんだけど、やっぱねもう他のものが使えない、もうこれじゃなきゃ嫌だみたいな。あのねフィット感もいいし、呼吸もね苦しくないし、これ目が細かい布だし、つけ心地もすごくいいんですよ。ですごく長持ちするしね、とても気に入ってます。これあの概要欄に貼っとこうかね、リンクをね。ルピナさん、あの楽天ショップであのお店で出してますね。そう、これと今やってるのはこれ、あのよいしょ、加工をお願いして作ってもらってる、あのなんだっけ、あのメタルスタンプホルダーね、メタルスタンプをあの活版刻印ね、あれをこうパパッと簡単にセットできるやつねを、加工から上がってきたやつをにネジをつけてます。そうでね、よいしょ、ちょっとでも違和感感じたら、あのシリコンとか使ってね、こうネジ山に。そうなんです。まあまあ これをつけるの動画をさ撮ってもしょうがないんであれなんだけど、あの今日はね、あのリクエストいただいたんですね、あのコメント欄からね。それにちょっとね、ちょっと軽くお答えしておこうかなと思って、本当はね、機械ができたら、その時に実際にものを作りながら解説しようと思ってたんだけど、裏打ち。裏打ちとか裏張りとか、要は、革の中に貼るやつですよ。内張りっていうのを、そう言われてみれば動画で言ってなかったな、なんて。前にあれかな、ダイヤモンドパイソンのウォレットを作った時にちょこっと言ったかもしれないんだけど、あとはあのこれでグリグリやるやつ、あの切り締めの時にあのちょこっと言ったかもしれないね。あ、いかん、よいしょ。裏打ちっていうのはなんていうのかな、もうね裏打ちがをするとなると本当に何でもできるっていうか、何が言いたいのかちょっと分かんないでしょ。例えば硬い張りがあるあのお財布にしたいとか、なんていうのかな、もうその裏打ちを覚えてしまえば何でもできるんですよ。例えばね、これなんてこの裏打ちしてあるんだけど、この要はここね、ここが革の裏面じゃないよね。これはここがね浮かせてあります。これぐらい大きく浮かせてあります。あっていうかこの周りしか張ってないです、ここはね。でこの状態で曲がった状態でつけてるんで、こう全然突っ張らないんで、こう簡単に開くんですよ。でその代わりここはこう隙間が開くんだけどね、この中にが空洞ができてんだけど、それとか
ね、これなんてあのベタ張りです。ベタ張りで、ま、曲げて貼ってるんで、ここほら戻るでしょ、ビヨンって。こういうね、戻らないのか柔らかいのか、がっつり形をつけて戻るようにするのかとか、薄い皮をね、中に芯材を入れたりとかね、で真ん中だけ芯材入れないで、こう柔らかくパタパタいくようにしたりとか、あの何でもできるんですよ。何でもできるって言うのもおかしいけど、厚みを持たしたり薄くしたり張りを持たしたりっていうね、そこら辺の調整っていうのは中に何か仕込むことができるしね、いろいろできるんですね、裏打ち。最近なんでそれをやってないかって、もうね、単純に価格です。革の量もね、倍までいかないけど多く使うし、手間もねぐっとかかるでしょ。だからその分ね、裏打ち入れると値段がドンと上がっちゃうんですよ。で今うちでよくやってるラインナップは、なるべく低価格で出したいものを出してるんで、なんていうのかな、裏打ち してる機会が少ないと。そんなことはないんですよ。普通のレギュラーで作ってるモデルはみんな裏打ち僕はしてますね。ほとんどね、全部じゃないですけど、安く出してるものは入れてないです。それとかこういうのもね、これなんかもで、ほらこれもね、すごい奥が深いんだよね。内側そんなシワが入ってないでしょ。でもこれベタ張りなんですよ。こういう絶対にシワはね、よるんだけど、それをなるべく目立たないようにする方法とかいっぱいあるんですね。まあでもそのこの動画のために何か皮を切ってやる時間も今ないんで、まあまあ言葉だけの説明になっちゃうんだけど、そうなんですよ。裏打ちって言ってもね、本当にいろいろあるんで、中にスウェードを張り込んだりとかさ、本当いろいろです。まあね、機会があったらまた その時はなんかこう作業しながら説明しようと思ってます。あとはあれだよね、イリスとかバスコとか、塗る系、要はニスだよね、ニス、コバ塗りのアイテム、要は最近はね、磨き仕上げばっかりなんだけど、塗るものもあるんだよね。そう、顔料系っていうのかな、それも、うん、いろいろなんです。僕はね、ずっと、もう廃業なされてしまってね、社長さんがお亡くなりになっちゃって、材料のレシピが、その社長の頭の中にしかなかったということで、作れなくなっちゃってるというね、廃業なされちゃったメーカーのものがまだ少し残ってるけど、困ってたんですよ。それはすごく良かったんで、そんな中にね、僕が出会ったのは、リゼットさんね。リゼットさんの、コバ塗るやつはすごくね、使いやすいです。まだ在庫はあるんだけど、なくなってるら全部、リゼットさんのところのやつに切り替えようかなと思ってます。うん。そう、なんでその話を今したかっていうと、あれです、接着のね、そう接着のお話をしてたんですよ。コバ縫う前に接着してから穴を開けて縫いますよね。でこれを仮止めとして考えて、で強度は縫って、縫うのがその本当の強度であって、接着はあくまで仮止めっていう考え方ありますね。まあそれ全然否定しないですよ。それはそれで考え方の一つとして全然ありやと思います。あとはもうがっちり本接着、なんでっていうとね、もし壊れた時にがっちりつけちゃうと、剥がす時にバリバリバリって皮も剥がれちゃったりするじゃん。で修理がしにくくなるっていうんで、だからそういう時はね、仮接着タイプの仮止めタイプっていうのかな、要はブルドッグ印のボンドとかさ、あるじゃん。ああいう本接着タイプじゃないものを選ぶといいんじゃないかな。
僕は完全接着タイプの接着剤を使ってます。で、要はね、繊細な細い糸を使ったりとか、で細い糸イコール、穴のピッチも細かいじゃん。で、皮も薄かったりすると引っ張ったりとかするとバリバリって切れちゃうよね。だから皮が切れちゃうから細い糸を使うわけなんだけど、そういったアイテムの時も僕も作りますよ。そういう時は本当接着力をこう落としたものを使ってますよね。そう、それとか糸がだからビニボとかさ、ポリブレードとかを使うことが多いんだけど、やっぱ強いじゃん、すごく。だから僕糸がほつれないように返し縫いはするけど、カードポケットの段とかもあれなんですよ、縫い返したりしないですからね。糸が二重に入ってて穴が裂ける方が僕は怖いんで、そこはやらないです。なんか言葉の説明だけになっちゃって分かりづらいけどね。ここは出だしだから二重になってるけど、他はこういう段のところとかでも、こういうところ、こういうところ、こういうところ、こういう段差のところね、を二重にするってよく見るでしょ。僕は二重にしてないです。二重にしなくても十分な強度を糸が保ってると思うし、がっちり接着してるから。そう、だから修理を前提とした、ものを考えるんだったらそこはがっちり接着しないかな。そうなんですよ。そことセットで考えてね、小刃も磨きながいいのか顔料がいいのかとか、本当ね、いろんな組み合わせがあると思うんですよ、考え方はね。凝り固まってこれはこう、これはこうって考えるのは、考えるとそれしかできなくなっちゃうからね。いろんな考え方があって、いろんな方法があって良いんだと思います。こうやってね、説明、これをネジをつけて袋詰めをしてるんだけど、そんな時間も有効に活用しようと動画を撮り始めたわけでございます。なんか分かりづらかったね、ちょっとね。でもあれです。それはそういう仕事をやるときにまた詳しくやります。でこれね、このアクリルなんだけどさ、これやっぱアクリルのプロの方に、アクリル屋さんに作ってもらってるんですよ。僕が切って加工してつけてるわけじゃないんですね。やっぱね、アクリルのプロはすごいよ。すごい綺麗だもん。バチッと精度も出てるしね、素晴らしいと思います。いやー、お家塗るのとんでもなく結構いいお金がかかるんですね。まあしょうがないね、こればっかりはもう経費なんで。いやあと俺何しようとしたんだっけな。ああ、まだちょっとね、話したい雑談があったりするんですよ。まあそれは次の動画だね。そうなんだよね、接着剤もだから、そう話戻るんだけど、今ね、ご自身が使ってられる接着剤、いろんなのを使ってると思います。皆さん、うちで販売してる M1 さんはあれです、なんて言うんだろうな、あれはバインダーとして下塗りとしてね、
吸い込みを止めて上塗りのゴムの密着を良くするっていうのが本来の目的なんだけど、薄く塗ってね、速乾で、でも普通の本接着にも使えるよっていう、仮止めではないですね、仮止めタイプではない、完全接着タイプだと思います。あの本来の用途はあれですよ、あのそういうバインダーですよ。で本来の用途じゃなくて接着としても全然使えるんで、その用途で使うとしたら仮止め用か本接着用かといったら本接着で、完全接着です。あの調べてみるといいと思います。皆さんの今使ってるボンドがね、あゴム系ですよ、ゴム系のやつはどっちなんだろうって。そんな種類あるのとか思われる方もいると思います。あのね、本屋さんとかで数多くの革用の接着剤を扱っているところがあったら、まあそれお教えしてもいいんだけど、したらこれ静電気だね、これ静電気で帯電男ですからね。そういうあの数多くの接着剤を扱っている問屋さんのホームページとかを見ると、その接着剤の分類として完全接着タイプなのか、あの仮止め用なのかっていうのが載ってると思います。だから仮止め、仮接着用のボンドを使ってて接着力が弱いんだよねっていうのは、それはそうですよね。だって本接あの完全接着タイプじゃないんだもんって話です。ないんだけど、これ貼っちゃおうかな。そうそう、この屋根っていうか、お、え、おお、おお。上に乗っかってます、屋根に、このプレハブのね。おお、怖え、真上にいる。うち日当たりがすごくいいでさ、ちょっと外壁が傷んでたりとかして、ものすごい営業に来る方が多くてさ、いろんな方が見積もり持ってくるんですよ。でもね、すごい違うの値段が。僕はあのこの建築業にね、あのお友達がいるんで、あの親類もいるんで、あのそっちの系統でね、あの信頼できるところにお願いしたんですけど、ほんとね、値段すっごい違うんですよ。倍までいかないけど、倍近い値段まであるね。安すぎるのは安すぎるので怖いし、やっぱ信頼が大事ですよ、こういうね、大きいお金が動くものはね。ほんと信頼だと思いますよ。こんなもん一つ取ってもそうだと思います。信頼が一番大事だと思ってます。よいしょ、こんな感じで袋詰め終わったんで動画も終わろうと思います。なんだかふざけた動画ですみません。じゃあね。